はい、ショーコルでございます。車を買い替えようのコーナーを撮っていないということでね、ちょっと話が逆に戻りまして、中古車を売る時の僕の経験談というものをちょっとお話ししたいかなと思います。一応この車を買い替えよう、再生リストを作っているので見ていただければ分かるんですけど、あくまでも僕の個人的な意見なので、参考にはならないと思います。僕が経験したことに基づいてお話ししかできないんでね。僕がエリシオンを売る前の車っていうものが、同じくワンボックスのノアっていうね、トヨタノアっていうファミリーカーなんですけど、ガッチガチのエアロを組んでたんです。ホイールも車外のホイールキッチキチに詰めていたし、エアロもバンバン組んでいたし、正直値段をつけるってなった時に、要は中古車屋さんが値段をつけるって言った時にどうつけるのかっていう判断が僕にはできなかったんですよ。ただ車屋さんの気持ちを考えた時、わかんないですよ、これは僕の個人的な意見ですけど、僕が営業マンでこの車買い取ってほしいんですけどって言われた時に、ガッチガチにエアロを組まれた車を見たとします。そしたら多分僕は、まあファミリーカーワンボックスのノアっていう車は人気があるんですけど、ここまでちょっとガチガチにエアロ組まれちゃってると、なかなか次のお客様が見つからないので、買取価格って安くなってしまうんですよね的な歌い文句を言って、安く僕だったら買い取ります。で売る時になると、これはもうエアロ組んでありますよ、だからお買い得ですよって言って、売るかなっていう、これは僕の個人的な意見ですけど、っていうのがちょっとよぎってしまったんで、僕がそのノアを売った時っていうのは、まあ、大手ガリバーとかセダン車とかの車庫端の車とか多く扱ってるようなエアロ好きなカーショップ屋さん、あと分かんない、あともう一個とりあえず3社、その大手、ちょっと大手、ほいで改造した車が多く揃っているところで、3社を一気に呼んだんですよ。何月何日の何時に見積もりに来てもらえますかっていうようなお電話をするんですよね。で大体その時に事前に聞かれるのが、年式どれぐらいですか、修復歴ありますか、走行距離どれぐらいですか、色何ですかみたいな、そういったものは全部嘘なくその時に伝えて3社一気に呼ぶんです。で3社一気に呼ぶと3社ともびっくりするんです。あ、なるほどと、こう来たかっていうような顔をまずするんです、ファーストインパクトで。3人仲良くね、いろんな僕の車を見て、でその時にその先ほど言ったエアロ組んであるような車が好みのところっていうのは、いや、うちの社長はこういうの好きなんで高く買い取らせていただきますよみたいな、なんか耳打ちをしてくるわけです。その時にね、面白かったのが、一気にね金額ポンポンポンって言うんじゃなくて、その営業マンの名刺に金額円マークつけて金額書いてサッと渡してくるんですよ。そうすると結構バラバラなんですよ。走行距離もともと8万キロぐらい行ってたんで、そんな高値はつかなかったんですけど、大手のところはね8万8000円とかで、そことちょうど間があって、であと一つの一社が10万超えの金額を出してくれたんで、そこにまあその時に決めたんですけど、車屋さんの営業の方の気持ちになって考えた時に、いや前社はこれぐらいの金額出されたんです、部長だったり課長だったり、なんかその自分の上司に電話を多分する時に、いやなんか前日に他の会社のところはこれぐらい出すって言ってたんですけど、これぐらいの車だとどれぐらい出ますかねみたいな確認をね、大体絶対取られるんですけど、僕がその他の2社いる中で、今ちょっと査定してるんですけど、何々さんと何々さんっていう会社も一緒にちょっと査定されていて、これちょっと積まないと取れないんですと。でももちろんその営業の方ですから、ただただ行って、はい残念賞って言って帰ると怒られますからね、営業実績取りたいわけですから、きっとノルマもあると思うんでね。ってなると同時進行で、変な話なんでしょう、僕がその金額を伝えてしまう、例えば前日に呼んだ人は5万円って言ってたんですけどって言ったら、じゃあうちは5万2千円出しますよって足元見られる可能性があるじゃないですか。だけど3社一気に呼んでしまえば、いやだいたい相場これぐらいだろうって、それは多分どこの会社も一緒だと思います、どうせオークションで売るんですから。ってなると相場5万ぐらいかもしれません、ですが他社さんどうやって出るかわからないんでって言ったら、もしかしたら6万にもなるかもしれない、8万になるかもしれない。で僕が実際売った時の値段っていうのは12万いくらかで売れたんで、それがね8万いくらと12万だったらね全然違うじゃないですか。というわけで僕はそういったやり方で売ってきたんですけど、エリシオンの時はもうそれすらもめんどくさいし、何も純正のままなんですけど、3リッターの廃屋だし10万キロ超えてるし、これは競合させる必要もないなと思って、カーセブン
行きました。カーセブンの歌い文句としては何ですかね、なんかパンフレットとかもらっていろいろ書いてあったんですけど、なんかそんなのもなくなっちゃったからいっか、なんか要はオークション手数料とかなんか仲介手数料みたいな、なんかそういったものを他社さんは取るけどうちは自社でやるからかかりませんよみたいな、そんな感じでした。よくわかんないですけどねっていう、ちょっと忙しくて車の買い替え用を取れないので今日はちょっとそんな雑談をしてみたところでございます。これなのになんで小林のせい全部小林のせいにしよう